今回は、堂本剛さんを鑑定しています。履歴一覧から呼び出します。2022年は空母虎ですので、年運欠陥を大運変換製剤で読み替えます。 2022年5月中心性召喚年運欠陥生剤年運のタブをタップしています年運欠陥生剤試練の後に達成する年とありますでは名刺表に戻って鑑定日を2023年2月に変えています 2023年は3号開局で中心性が変異に変わりますまた2022年と同じように2023年は空母「う」ですので年運欠陥を大変化運変換変異で読み替えます2023年2月中心性変異。 年運,結果運変異です年のタブをタップしています。年運結果運変異、骨折ンの年とあります。2年連続で空房の影響で年運結果運が変わっていますので、ここで空房についてちょっと説明をしています。空房は10回で一回りの転換と12回で一回りの致死を 一回りごとに二つの知識が余るということで、転換のない知識はいわば魂の抜けた存在であるということになります。旧世紀学や六千世術などでは、天中札や大作界などといってかなりネガティブに強調されていますが、本来の市中水命では、動くな、 吉も今日も半分程度の意味です。中心性子柱水名ではそれに加えて先ほどの例のように年運空母の時は大運変換運で年運欠陥を読み替えますまた大運には空母はありませんたまにどこで聞いてきたのかこの先ずっと10年間空母なのでと質問されたことありますが そんな話は市中水名にはもともとありません。さて、堂本剛さんの運勢に話を戻します。月誌、減明のタブをタップしています。月誌、減明、変因。キーワードは都会派、奇抜さ。都会的で独特のセンス、発想の持ち主である。自分の好み、やり方以外は受け付けない。 とかく持続性がなく中途挫折しやすい気心や境遇が変わりやすく浮き沈みが多い好奇心は強く細かいことは気にせずマイペースで生きるなどとあります月中転換通変は召喚です自分独自の才能能力技術実力を武器に生きていくプライドの高さや勝ち気さが原因で 対人関係に支障が出やすい、協調性を要求されない業務が良いなどとありますでは処世術のタブをタップしてみます処世術は月始減明から月中転換を見たものです野心強く積極的に打って出るというタイプではなくどちらかというと自分の作り上げるものを納得できる仕事を 重視するる職人形と言える感性が豊かな場合が多くそのせいでプライドが傷つきやすいなどあるが年々本来持っている鋭さが丸みを帯びてくる案外マルチな才能を発揮する人が多いのもそのせいであるとあります先天運はこのようにまず月誌「厳明」「月 中転換通編から見ていきそれから明の吉凶星や十二雲も見ていくと理解をしやすいです。今回はここまでです。